ルーベン・ウッドは、アメリカ合衆国オハイオ州のミニ首都の政治家。第21代オハイオ州知事。ウッドは、バーモント州、ラトランド郡ミドルタウン近くで生まれた。カナダでおじと暮らしている相場、ウッドは、米英戦争はじめに、カナダ軍へと徴兵されるが、オンタリオ湖を越えて逃亡し一時アメリカ軍に入る。1816年に妻や、幼い娘と共に、 オハイオ州クリーブランドに移った。弁護士として働くためわずか1ドル25セントだけ持ってたどり着いたとも言われる。ウッドはオハイオ州上院議員を1825年から1830年まで務める。1832年にオハイオ州最高裁判所の判事に選ばれ、1833年から1847年まで一期七年に気分を務める。 三期目は、ホイッグ党の候補者に阻まれた。ウッドは1850年後半に、オハイオ州知事に就任。最初の任期は、新しい州憲法の履行によって途切れ、1851年後半に再選され、1852年前半に、再就任。1853年7月13日、チリバルパライソ駐在アメリカ領事となるために辞職。 クリーブランドへと知り続1855年まで、その地位に止まった。ありがとうございます。